つぐないは、矢口敦子による日本の小説。発行部数は60万部を超え、2012年に著者の作品の中で初めて実写化された。かつて優秀な脳外科医だった日高栄介は、同時期にある患者の死と息子の死が、相次ぎ、同僚医師の医療ミスの責任を引き受け解雇される。さらに、目の前で妻に自殺され絶望した日高は、ホームレスとなり、 かつて自分が初めて人の命を助けた場所、講師へと流れ着く。ある夜、食料調達の最中に火事を目撃し、近隣住民に通報してもらうが、焼け跡から死体が発見され、第一発見者である日高は警察に疑われてしまう。取り調べを担当した山岸刑事は、日高の知的な一面を見抜き無実を確信、同じ頃に発生していた、いわゆる、 社会的弱者の事件の調査をそれとなく依頼する。図書館で新聞を読みながら事件の概要を調べていた日高は人の心の鳴き声が聞こえるという頭脳明晰な少年と知り合う。彼こそ日高が初めて命を助けた少年草薙正人だった。新人が無事に成長していたことに安堵し、正体を明かさないままホームレスとして親しくなっていくが一連の事件は 泣き声を哀れに思った真人が起こしたものではないかとの疑いを持つ。大田工美により漫画化され、厳冬者コミックスで出ている。2012年11月17日から12月1日まで NHKBS プレミアムで毎週土曜22時22時49分に放送。全3回。ありがとうございます。